明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。岩下さん、うん、2021年になりました。よすごい。去年2月に映画チャンネル始まっていろいろありましたけれども、うん、今年はどんな年にしたいでしょうか。今年もやっぱり暗いじゃん、はい、だから、はい、笑いで明るくしたいね。それで、はい、いろいろあって、はい、落ち着いたら、はい、海外とかも行きたいね。いいですね。というか意外と真面目なことを言うんですよ。嘘嘘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 。ちょっと待てー。いや今年も暴れるぜ。新年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 。お前らにはお年玉金玉お年金玉お年金玉。映画チャンネル新春スペシャル開珍じゃー。どうきたよ。宝くじ並んでるぜ。すごい行列ですね。10億円だから。今日はなんとラッキーデー。ラッキーデー。いやー一粒万倍日というとても縁起のいい日らしいです。そうだからこんだけ今日並んでるみたいですよ。うわー映画チャンネルでも年末ジャンボ買うということで、じゃん。お、なんと、じゃん。いくらですか。1万、はい、2万、はい、3万、4万、5万、6万、7万、8万、あれ9万、あれちょっと待ってください。はい、1万残ってます。あ、1万残ってた。10万チャンネルの軍資金10万円ということで。10万円、はい、この前金も買いましたし。買ったね。あれ持ってます。 M あれ出せ。はい、ちょっと持ってろ。ちょっと怖い怖い。M こっち見て。マスク歪みすぎだよ。このヴィトンの財布の中に、はい、じゃーん出ました。金だ。これで原価過ぎでいいことあるんじゃないですか。今日はあるでしょう。ラッキーデーで金も持ってるんだから、はい、これダブルでいいことあるでしょう、はい、でちょっと情報によりますと、この一番窓口っていうのがやっぱりみんな験担ぎで並んでるらしくて、一番窓口が1時間待ちらしいんですよ。1時間待ち、はい、でその他に2357ってあって、235も空いてますね。で一応ラッキーセブンの7に行く人もたまに行列できるらしいんですけど、今は空いてると。どうしようか。江頭さん、自分の中でラッキーナンバーとかあるんですか。江頭2時50分お2525空いてますよ。25は俺行く。25のどっち行きます。2と5 S 5 俺が2。なるほど。半分。なるほど、うん、じゃあバラと連番どうします。全部賞を狙う、10億円狙うんだったら連番ですね。連番行こう。じゃあ全部連番で、2番窓口で連番5万円分、5番窓口で連番5万円分、それでいきますか。よし。2番、ここですね。まず5万円分
万円分。ミオ行きます。よし、行きましょう。502人億万長者。本当だ。連番で5万円分。はい。はい。はいはい。連番。はい。はい。もうすぐ。あ、100枚。160。連番166枚。はい。166枚。すげえ。これバイト代って一緒なんですか？バイト代って一緒なんですか？窓口によって違うんですか？同じ。ああ、大変ですよね。ありがとう。どうも。年番50枚。すごい。ちょっと一旦ガチで。すごい。熱っ。熱っ。こんなの初めて見た。全部で166枚。166枚。じゃあ。連番です。じゃあ続いて。はい、5番窓口で残りの全額投入しますか。そうだね、はい、じゃあここは M に買ってもらおうか。お今彼女ができたから。お乗ってる M。 乗ってるから。ました。よし、お前から出せ。はい。お釣り200円ですか今ので。うん。で残り5万200円で買えるだけ買おう。わかりました。よし、5番窓口。誰もいない。もう来た、もう来た。5万200円なんですけど、それで買えるだけ。はい。連番でお願いします。これで、うん、もし1等とか出ちゃったら、今後25の窓口が急に人気になるんじゃないですか。おー、そうだよ。ここに書かれるんだよ。入りたいですね、503人目に。そうだね。7倍に書いたら250じゃないですか。おぉ、ほんだ。ちょっと本当だ。演技いいんですよ、やっぱ250演技いいですよ。いいんだよ。いい数字ですよ。今年映画チャンネルもやっぱバーンっていきましたし、それは俺の名前のおかげ。250のおかげかもしれないっていう。あ、来ました。はい。ご賞こちら1,2,3,4,5,6,7,167です。ちなみに映画チャンネル見たことありますか？映画チャンネル。まだ見てないですか？見てないそうです。あの映画終了2時50分ですけど、あの見てね。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、危ない。来た、買いました。これで合計166と167です。167。333。おえ、なんか演技良さそうな。フィーバーしてるじゃん。なんか当たる気がする。当選発表はこれいつでしたっけ？大晦日。よし、じゃあちょっとどっかで一旦この結果発表をまたお届けできればと思うので。わかった。当たったらどうします？10億円もし当たっちゃったら。よし、これ当たったら全員ドバイに連れて行って、一番いいブルージュファリバあそこに泊まらせてやる。それと、映画チャンネルファンも何人か連れていく。そうですね。ファンミーティングやるぞー。